赤丸チャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ今日もゲームです。今日はね、はい、このボードゲーム、それは俺の魚だ。可愛いゲームですね。はい、ペンギンが、まあ、魚を取っていくっていうゲームなんですけども、はい、まあこれすごい簡単で、まあ、このマス目がありますけど、この1匹2匹3匹という魚がありますけども、これをどんだけ多く動かしながらやって取っていけるかっていう、はい、で動かし方の説明としては、この面が当たってるところはどこまでも進めるんですよね、うん、はい、でもこう途中で曲がったりとか、あとこの角とかにはいけないです、うん、でプラスどこ動いたらそこを取ります、はい、でこれが自分の魚になります、うん、でこれが動いたらどんどんなくなっていくん で、うん、でここに敵がいた場合、はい、こう飛び越えはできないですよね。できない、はい、ペンギンを飛び越えることはできないですよね、はい、でそれで今日4人じゃないですか、はい、スタッフも含めてボードゲーム最弱王は誰だです。うわ、最弱王決めるんですね。はい、ってことは勝ち抜けです。これ4人でできるんですよね。はい、ってことはじゃあ勝ち抜いていって最後に残った人が1対1。おー、最弱王は誰だっていう、はい、もちろん罰ゲームもあります。罰ゲーム、うん、なんかもう負けん気しかしなくなっちゃって最近。勝つぞ。でも最弱にならなかったらいいんでね。そうですよね、はい、じゃあペンギンはね4ってあるんで、はい、じゃあまずで一番最初は1匹のところに置かなきゃいけないんで、はい、これまあどこに置くかもまあ重要なんですよね。了解です、はい、どこに置けばいいんだろう。じゃあ、はい、好きなとこ置いていい、好きなとこ置いていい、ね、一番最初はじゃあ端に面してなかったらダメでしょう。あ、じゃあ端にしますか。はい、はい、分かりました。ね、あんまり近づいてこことかになるとね。そうです。あ、確かにね、あれだから。じゃあみんな端にしましょう、うん。じゃあ先生が黄色で青空くんが緑。じゃあ俺これにしようかな。はい、はい、じゃんけん、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい。はい、それではこう、はい、じゃあどうぞ、いきます。はい、バツ目、はい、これめっちゃ面白いんでみんなやってほしいですよね。しかもそんな高くないんでね。次俺か。いや、どこに最初どこ動かしていいかが本当わかんないんですよね。おー、先生なんか締めてきますね。勝ちに来てますからね。もう情ないですよ。負けたくないですからね。はい、でもこれ一番にならないと抜けられないですからね。ちょっと俺の次の一手があれやな。これ考えますね。佐藤さん赤です。そうなのよ。佐藤さんまだですか。ちょっと待ってよ、これ 次の一手はもう勝負手だからね。いや、そうですね、うん、だいぶ結構追い詰められてますよ、うん、ピンチ。おお、なるほど。あんまり窮屈なことやりすぎると墓穴掘るからね。そうですね。こっち取っとこう。先生、佐藤さん潰しに行ってくださいよ。そこですか。緑の一手がちょっと大事になってくるね。めちゃくちゃ大事ですね、ここ。俺にとっても。私にとっても。結構先生にとって、みんなにとって結構大きいですよ。はい、もうそっち。そこ。そこ。いやらしいとこ来るね。ここやな。ザ。待って、これは完全に待てよ、これめっちゃ難しいですよ。これ一手がね、一手がめちゃくちゃ大事になる。したら、もう向こう行こうかな。ちょっと待って、こう行ったら長いね。この一手めちゃくちゃ大事ですから。めちゃくちゃ大事なんです。ちょっと待って、そしたら、もういいや、こっち行こう。ほー、チャレンジ。チャレンジング、こっち来た。
先生。うん、あれちょっと緑ピンチ？うん、これ。もうそこに気づかないでって。うわ。そしたら、ちょっと待って。いやでも袴田さん全然、いや全然いけるんですよ。全然いいポジションにいるよ。いると思うよ俺は。そしたら私はここだな。はい。ああ、そっち行った。ほらもうこれで。うん、そこまあ、行くしかないもんね。小浜さんいいんちゃう、うん、私意外となんか残りもらえる感が、黄色のせいで。そうなんですよ。そう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 、そうなんです。黄色もあっちやろ。大丈夫です、今から折り返して今から折り返してくれるんですか。いやいやいや、そこは男の戦いした方がいいでしょ。あれこれ誰ですか次。これはい、佐藤さんもこっちしか行けないですからね。うん、ちょ、どこに置くかを迷ってんだよね、うん、あ、そうだ、こうだ、こうだ、うん、おおおお、多いの取っといた方がいいです。そしたら黄色なんてこっち来たら死ぬだけなのにね。そうですね、うん、あそこ結構いいの固まってるんで。そうそうなのよ。待ってくださいね、私これ全部は取れないんですよ、こう戻ることになっちゃうので。そしたらでも追い込まれたらもう全部じゃないですか。うん、全部いけないの。こことかいけないじゃん。そう、ここはねもらえない。じゃあ私はここに行きます。はい。うわぁ、やったなこれ。先生、どっち行く？男の方行こうよ。よしよしよし。まあでももうもらえるのはほぼ決まってる。先生、待ち行った方がもらえる、うん、そう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 、こっち来ても死ぬだけだからね、うん。うわ、頭いい。もうだって取れるところ行く必要ないからね。あとでゆっくり。ゆっくりごちそうさまです。佐藤さん、位置抜けしたら、この動画、佐藤出しチャンネルなのにいないことになりますから、ね。いえ、これは袴田チャンネルです。それはもう、だってもう。あ、今佐藤さんやりました？そうそうそう、次袴田さんに。そしたらもう私はもうここしかないんですよ。まあこれは視聴者に分かるように最後までゆっくりやっていこう。そうですね、全部取らないで。すごい頭あるよね。はい。こっち来てたら全部こう取れたら、はい、もうこっちがこっちしか取れなくなっちゃいました、うん、だから2個損したよ。これ重要だからね最後、はい、どういくかっていうのが、うん、だからまあそれもバカだよね。だから、だって、うん、こっち行ってたらこれ全部取れたのに。そう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 、こっち来たからこれ1個取れなくなったの。いや多分こっち来たらサッさんこっち来るんですよ。行くわけないじゃん。俺そっち行ったらだってもうこっちで取れなくなっちゃうから、うん、戻れなくなるじゃん。そうか、うん、あ、まあでもまあまあまあ、その1個が命取りになっちゃうぞ。そうそう、次袴田さん。そしたら、え、じゃあこれこう見せます。うん、全部あの、私意外とあるの。意外とあるんだよ、そこ多いゾーンだったからね、うん、大きいですよ、2とか3、2と3が結構あって。え、私1抜けできる？で、これでもこのまま終わりですか？はい、終わりです。そうそうそう、で、これ全部ですね、はい、さあ、1抜けは誰だ。いや、袴田さん多いんだよ。袴田さん多いですね。佐藤さんの方が多いです。いやいや、俺1とかが多いんだよ。で、もし数が同じバッタ場合は、はい、このこれを何枚も多い方が勝ち。あ、なるほど、はい。だから12の32枚、26、僕は17です。18です。あ、ほら1個が、1個が、そう、1個が命取りになっちゃうねえ、ねえ、余裕になってくるんですよ。そうなってくるのよ。ということで、里崎1抜け。
あ、私惜しかったな、はい、でもスタッフ2人に受かった。でもまだこれここからだからね。じゃあ3人で、まあ、一番端っこの。いやだから1個だっつってんの。魚1匹のところしか無理なの。アドバンテージ取ろうとすんねん。最初に3匹ちょっとでも多く乗ったろう思って。じゃあじゃんけん、最初はグーじゃんけん、はい、あいこでしょ。最初はグーじゃんけん、はい。あとこれ誰から始まるかも大事だからね、うん、どうしようやたらこっち側に多いね、多いのが、うん、この魚が魚群がいるね。はい、ちょっと今みんな慎重になってます。2回目。これ一手が命取りだからね。そうなん、寄っていかへんな。目をもう分析しますよ、うん、私が、うん、ちょっと青空くんとの戦い嫌だな。でもあれで1位にならないといけないからね。2位3位じゃないから。そうなんですね。2位とかじゃ、2位でも2位じゃダメなんですよ。はい、でもまあここだな。どうして、こっからや。あれ、今どこ行きました私。こっからやで。私今ここ、こあれ、あ、ここ、違う違う。欲張るね。あ。もう先生が近寄ってこないっていうね。単独行動。少ないよそっち魚。なのでもうこっち逃げます。うわー、地道攻めるねー。何気にこう行ってこう行ったら、あ、そうですね、もう私こうです。はい、そっち行くか。あ、でも俺はもうここしかいない。私はもうこっち全部取るにはここしかないです、うん、全部取れ。うまい。でも2人とも意外と持ってるからな、うん、で私か。あー、そこか。どうします、これ分かりやすい。私こう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 、一個ずつ、でも全部一個ずつ、一個でやっちゃいます。 あれ今こっちだっけ、うんうん、あとまあ全部ですね、うん、私もこうこうこうで全部です。さあ、はい、じゃあ3匹出していけば全員で。そうですね、3匹、3匹、3枚、3枚、4枚。あ、じゃああと3匹出してください。合わせるのには。あ、なるほど、うん、はい、3です。じゃあ2匹、2匹何枚あんの。1、2匹6枚、3、4、9、9枚、5枚、5枚ってことは9枚でしょ。9です。12枚、11枚、どれ。で、あと何枚で、僕あと1です。で、1枚という。わーおー、青田君勝ち抜け。わー、いやー、あの、3いったのが勝負手だったね。あれでしたね、うん、やだ、だって先生と1対1、3つ差だからね。そうっすね、まあそうっすね、うん、うん、あれが勝負手だったね。はい、じゃあ今度は誰だ、勝つと楽いるのが。 Ready and gentlemen、Today's my game!
ジャックウォー決定戦ブーアケコーナー何をやらしても弱いアイエーイ袴田イエーイいやそう弱そう青コーナー張り切ってる割に勝負弱いティーチャーイエーイイエスマーティンイエスマーティン、はい、言わしてまいますよさあ好きなとこ行ってください これさどこに置くかもポイントよでも最初が分かんないんだよな俺も最初はどこに置いたらいいか分かんないんだよそこなんだよじゃあここあ違うもうテンパってますここじゃんけん最初はグーじゃんけんほいどうしよう。ああ、怖い。ちょっと待って。初手からお前。初手から遅いわ。一旦ここ。そっち。今のはちょっとね、名人のペンギン名人からしたらいい言っていきましたね。積極的に攻めていきましたね。イエス・マーティン。お。おっとこれはちょっと待ってよお面白いですちょっと待ってよちょっとこれはそっち行く名人からした名人これどうですか今の一手はねよく判断しましたね、はい、ちょっとついていってたら終わってましたからねうまい今の言ってもいい鋭い一手を打ってきましたねなるほど、うん、はいちょっと今の一手はちょっと弱気な一手でしたね、うん、いやいや堅実な一手ですこの一手大きいと思います、ね、うん今の一手がね次勝負手だねティーチャーの一手ティーチャーの一手、うんちょっと待ってアイビーティーちゃんの言って大きいですねどこに行こうかななるほど残念やらかしました今の言ってはちょっとミステイクですねいやマジで焦った待って待って次私にちょっと待ってねでもまだ次もありますからねそうですねいやおそっちかなはい今生き返ったねはいティーチャー生き返ったティーチャー生き返ったティーチャー大丈夫です大丈夫ですよペンギン王さん大丈夫ですからこれは作戦なんですよペンギン王さんどうですかどうですかこれこれもしロッテのピッチャーこれしたらどうしますいやちょっとノータイムおいお前なめんなあ、もうそっちに行っちゃうわけね。やっぱりね、最弱王なだけあるっすよね。この決勝に来てるだけで、だけありますよね。レベルが低い。私はもう、ここで、はい。で。お。これはちょっとティーチャー今あの AI コンピューターのメインだったはいはいくそでこれ面白いねいやすごい次の一手が面白いねも僕も石井采配ですから強豪ですよあれ私こっちかそっちに逃げたか
俺はさっきそこ行ってほしかったね、黄色が。そしたらこの3を青に取られることなかったのよ。ね、さっきもこっちにこうね、行ってたら。そう、あ、ここら辺行きたかったよな、これ一つのところ。もう追い詰められ、そこやられたらまずいと思う。めっちゃ言いたいですね。うん、言いたい。はい。あとはまあ、どの手順でどう行くかだね。なんかわかんないんですけど。うん、どうだろうね。これとこれです、はい、さあ最弱王はめちゃくちゃいい勝負じゃない。いい勝負。黄色何枚ですか。3枚です。あら、じゃああと6枚出さなきゃいけない。6枚。先生待って、2がめちゃくちゃ多くない。はい、これで一緒です。はい、次、はい、2は2が何枚。1,2,3,4,5,6,7枚。7枚。9です。9ってことは4枚。4枚。うわー、勝った。岩井さん、やった。ニコさん、やった。あ、どうも、じゃあ。お願いします。じゃあ、します。もし、阪神の選手が誕生日だったら、ハッピーバースとかけふー。